はい、こんばんは。はい、こんばんは。そう、ファイヤー。ほうだったんですけど、もう私、聖者になったんですよ。ほう、生みの聖者になりました。よろしくお願いします。さて、はい、こんばんは。今日も配信始めていきたいと思います。初めての方のために自己紹介させていただきますが、ドラゴンクエスト10第6期初心者大使河村海野の放送です。この放送はゲーム初心者の私がドラクエ10をプレイしながら皆さんと話をしたり、迷子になり倒したりしながらドラクエ10の魅力を伝えていくための放送でございます。よかったら最後までお付き合いください。はい。というわけで、今日はですね、前回、死という概念的な敵と戦おうと思ったんですけども、なんと、もろくもくず、あの、早々に全滅してしまいまして、サポートを強化して、レベルも上がったし、今度こそ倒してやろう、ということで、今日もやっていきたいと思います。そう、たこ焼きみたいな見た目をしている、そうです。ドロドロのソースいっぱいかかったたこ焼きみたいな敵が出てきて、こうなんか、私は死という概念みたいな感じのことを言いながら襲いかかってきて、なんかたかががたこ焼きかなと思って舐めてかかったら、普通にボコボコにされて、ちょっと今から仲間を連れてもう一度チャレンジしたいと思います。ツイッターのスライムは、あれは小麦粘土です。今日もしてるんですけど。これは母作です。ツイッターにあげてたのは私が作ったやつで。幼稚園とかで遊ぶ用の、子供が食べても大丈夫な小麦粘土っていうのは、小麦と色素とがこう混ざってる粘土があるんですけど、それを、こう、これぐらいのネリネリっとして乾燥させたものです。はい、これは母が。いつも放送見てるよ。これつけなさいっつって作ってくれました。ツイッターにあげてるのはその隣でちょっと楽しそうだなと思って、私も、一緒に作らさせてもらったものなんですけども、推しのスライムちゃんです。いつメガネにするの？あ、そうだ。今日こそメガネ準備しとこうと思ったのに忘れた。ちょっと待って。メガネがないぞ。へへへ。さて、ちょっとメガネを探しに行くほど近くになさそうなので、とりあえず始めようかな。ボスを倒して、目が疲れてきたら、ちょっとメガネを検討しようと思います。メガネの CM いいですね。私メガネ大好きです。仲間を探す。最小レベル。仲間を探すで、職業はどうしようかな。戦士がいいな。とりあえず戦士を雇う。216。お、なんか3、すごい HP が大きい人がいる。そして可愛い。そう、盾忘れて、ごめんなさい。ごめんね、ごめんね、リーダー。盾装備させるの忘れてて、ごめんね、リーダー。ここで謝っておきます。すいませんでした。佐川に預けるという機能を学んだんですけども、盾を装備せずに預けてしまい、リスキーな感じの僧侶になってしまって、もう大変申し訳ございませんでした。いやー、申し訳ない。ほうほう、じゃあ、ちょっとこの人にしてみようかな。ちょっと高いけど、前のボス正直マジで全然倒せそうになかったんですよね。ルナさん、お願いします。
よし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 。と、はい。仲間を探す。どうしようかな。賢者が欲しいな。よいしょ。クリップかわいい。お、なんかこの人も強そう。HP が350だ。この子にしよう。はい。肉球。かわいい。すごくかわいい。はいはい。全然100ゴールドぐらい払わせていただきますよ。あとはもう一人かな？どうしようかな。魔法使いにしようかな。スーパースター、魔物使い。なんかいろいろいる。魔物使いってなんだろう。なんか魔物を使えるらしいというのは聞いたんですけど。お、なんか、魔物使いってどうやって戦うんですか？え、肉球の杖って弱いんですか？え、あんま、どうしよう。まあいいか。この人は強そう。ライトワックスプラス3。魔物が使えない魔物使い。ダメやん。いいんか、それは。それはいいのか。素直に魔法使いとかにしとこうかな。お、なんかイケメンっぽいし、HP が359もある。で、ちゃんとイーグルダガーとシルバートレイを持っている。サーポを厳選する練習をしよう。ほうほうほう。ボスに勝てるのか。ああ、バトルマスターは、なんか昼間、リーダーがすごいスピードで勝ってませんでしたか？私が3回ぐらい死んだ敵に。強いんですか？バトルマスターって。生を非なす。なお、オイドンってモースで壊す。あら、かわいい。ウエスタンレイピア、大金土。そう、リーダーすごい強くなったんで、ありがたい限り。どうしようかなぁ。攻撃力、右の数値。攻撃力、あ。なるほど、攻撃力の右を見る。190。お、なんかこれ264ぐらいありますよ。この子意外と強いのでは。もう打たれ弱い。あ、そこはじゃあ私がスペシャル僧侶パワーでなんとかいたしましょう。じゃちょっとこの子にしてみようかな。ハンマーを持っている。はやぶさ2頭。はやぶさ？そう、なんか螺族多くないですか、バトルマスター。服着てないよ、みんな。かわいい。はやぶさ、はやぶさの剣に。ほう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 。どうだろう。この子にしてみようかな。お、この子の方が強いかな。メガネの人。これにしてみよう。みのりんさん。メガネのイケメン。ま、とりあえず。HP がやばい？ HP がやばい。ちょっと待って、今そもそも何人いるんだ？あ、日高さん雇ってるのか。HP はいくつあったらいいんだろう。全然見方がわからない。
結構難しいぞ。とりあえずバトルマスターから雇うのは決めたんですけど、HP はそうでもないけど、ダブルハヤブサの剣の人はいる。かわいい、人間だ。え、人間がいるの？かわいい。人間の女の子がいるよ。あ、なるほど。いや、この人間にしとこう。人間見た、初めて見た。海の人間初めて見ましたよ、この世界で。いや、人間いるんだな。ちょっと。ひらかさん、ごめんね。え、人間いました今まで。マジか、人間いた？人間いたのか。いやー。さて、戦歴、クエストリスト、僧侶の戦い。はいはいはい。バースのホラーな。さて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 、行きましょうか。そうだ、マジ力さん人間でしたね。聖水はだいぶ買った気がするけどな。ちょっと待ってくださいね。装備、左手、立って、装備、道具、お、ないぞ。ちょっと待って、ないぞ。思ったより消費が激しい。ちょっと待って、もっと大量に買っといた方がいいかな。なんか20とか買ってもあっという間なくなるんですよね。使い方が良くないのか、私がめちゃめちゃ消費しちゃってるのか。はい。引き出す。じゃあ1万ゴールドぐらい引き出して、買います？はい。ごめんね、それはちょっとまた後で。また後で。漬物石はまた後で。集めてくるね。さて、さて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 。特典のソーサリー、あの本についてきたやつですか？パスワードを入れたんですけど、もうそのパスワードは使われていますって出ちゃって、なんか使えないんですよね。違うか、この夢のアクセサリーコード2の方が何回打っても使えないって言われて、最初にもらえるソーサリーリング、アイテムコードのやつ。ん？ログイン画面で、郵便局で受け取れる。ほうほうほう。ちょっと待ってくださいね。とりあえず郵便局に行きますか、じゃあ。待って、まず、あれです。あれを買う。忘れないうちに。
MP の瓶たちを。いや、全然、ただ単純に入れ間違えてるだけだと思うんですけど、3回ぐらいトライして入れられなくて、もういいやってなってます。うるせえ、自分で強くなればいいんだろうみたいな、ちょっとやさぐれた気持ちにって、ここじゃないじゃん、下じゃん、こっちじゃないんじゃん、そんな気がするんじゃん、これは何やじゃん。受け取っていると節約になる。え、海の節約大好き。民家や。ちょっと違かったじゃん。お、こっちから降りられるぞ。嘘。土地チケットもらえるんですか？え、私土地お金で買っちゃった。えらい高いなと思いながら。マジか。マジか、マジか。やっぱりね、こんだけ、綺麗な街だと、やっぱ地価も高いんだなと思いながら買ったんですけど、なんだって？ちょっと待ってくださいね。郵便局に行きますよ。いや、ちっちゃい方です。でも思ってたよりも、思ってたような建物が建てられなくて、ちょっと、大きい方買えばよかったかなって思ってます。買いに来たよ。使うもの。消費アイテム。魔法の聖水。い。いっぱい欲しい。99個。お、じゃあこれにしようかな。ほうほうほう。あ、なるほど。じゃあちょっと郵便局に、ボス戦の前に行きましょうかね。郵便局でその、ただ土地チケットとやらをいただかねば。いや、いただいておかないと、夜しか寝れない気になっちゃって。よいしょ、よいしょ。どうやっていくんだ？郵便局は、そう、昼寝できないから、健やかなる昼寝ライフのためにちょっぴり、先に野暮用を済ませますよ。あ、ノート PC とニコ生は、モニターをもう一個つないでるんで、大丈夫です。はあ、何やって？盗賊の鍵ってやつが必要な箱じゃないですか、これ。盗賊の鍵はどこでもらえるんだ？なんかの時に、黒い宝箱を開けるための鍵っていうのがあった気がする。なんだっけ？それもスタンプ。え、カジノの景品じゃない？え、違うか。の鍵。え、コインを交換するのか、カジノの景品にあったような。違うかもしれない。違う気がする。わからない。ちょっと、うろ覚えです。あれは翡翠。ほう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 。ほうほうほう。翡翠の鍵は、またちょっと違うものが開けられるのかな？ほーん。受け取り。はい、はい、はい。とうとうからのお届けも。やったー、お金いっぱいもらったぞー。一度ログアウトしないとダメ？一度ログアウトしないともらえないんですか？
なんで？なんでだろう？プレゼントを受け取る。あ、ほう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 。あ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ行きますよ。一回ちょっとログアウトしますね。ふん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 。しばらくご歓談ください。悪いバブルスライムじゃないよ。プレゼントを受け取る。アイテムコードに移す？違うな。特典プレゼント。あ、なんかいっぱいくれた。そうなの。しばらく見ないうちに顔がどんどん緑色になって、しかも、あれなんですよ。ドロドロしてるような気がって、違うわ。そう、海のね。なんかいっぱいプレゼントがある。なんかいっぱい、何やらたくさんプレゼントをいただいてるでござるよ。よし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 。郵便屋さん、受け取りました。あ、なるほど。ルーキーのつなぎは受け取る。開発チームからの届け物いっぱいある。手紙、ドラゴンクエスト10開発チームからタダ土地チケットが届きました。なんやて、大好き。開発チームさん大好き。丸家、お、家も届いた。素敵。ありがとう。ありがとう。大きな丸家。ありがとう。プレゼントチケット3個が届きました。素敵なアイテムと交換できるワクワクチケット。なんだろう、これ。ありがとう。ソーサリーリング。これなんだ？最大 MP が増え、戦闘後に MP を少し回復する指輪。なんやて？まだまだあるよ。大地の流玉。これは何ができるんだ？大地の力を秘めた最大 HP を高めるドラゴンの宝玉。仕草書バード1個が届きました。着せ替えドール交換券が届きました。これは何だ？使うと着せ替えドールが手に入るチケット。お、人形さん遊びが流行ってるのかな？よしよいしょ。あ、なるほどなるほど。さてさて、ちょっと待ってくださいね。いただいたものを装備しましょうか。なんだろう、すごい。これは、どこに装備したらいいんだ？腕。こういうの装備できるのかな？装備。かな？もらったものはつけられたかな？ロック。
よし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 。イエーイ、ちょっとパッと見何が増えたのかいまいちわからないけど、だいぶ強くなったのでは？腕も装備しよう。腕？腕？腕は、あ、グローブを持ってますね。装備。あとなんだろう、顔アクセ。顔につけるものは持ってなかったな。首もないなぁ。胸、ない。ないな。だいたいつけたな。よし、行くぞ。え、整理もできるんですか？アクセもらえる箱、開けた？アクセ、もらえる箱があるんですか？道具。大事なものとかかな？違うな。使うもの。かもしれない。かもしれない。夢のアクセサリー箱、そう。アイテムコード、入らなかった方のコードです、これ。上の方は入ったんですけど、下の方は入らなかったんですよ。ちょっと後でやってみます。後でやってみます。ちょっとね、ちょっと入らなかった。さて、今度こそボスに行くぞ。そうなんですよ。ちょっと時間あるときに、いや、時間はなくはないんですけど、全部プレイ時間に当てちゃうからいけないんですけどね。ちょっと後でやってみます。ほう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 。いや別に V さんは何も悪くない。私がただ単純に、3回以上トライしたくなかっただけです。3回超えたらちょっとやりたくなくなっちゃった。で、北に向かうんでしたね。さて、後悔に行きますよ。着いたー、やったー。さて、私今どこに行けばいいんでしたっけ。バース大山林の中の洞窟でしたね、確か。で、ドルセリン、ドルボードに乗りたい。よいしょ。そうですね。え、嘘。作戦、満タン。お、なんか増えてるかもしれない。よくわかんないけど、増えてるかもしれない。そんな気がする。あれ？さて、行きますよ。うわ、なんか強そうなのがいる。すっきれい。すっき
きれつっきれ。よいしょよいしょ。寂しいな、このパーティー。6期の大使が誰もいなくなると急に心細い気がしてきた。大丈夫かな。初めて誰もパーティーメンバーじゃない気がします。最初の方は違かったけど、NPC 最初に設定してくれる子以外のは初めてだ。それもまた経験。そう、やっぱリーダーだからな。ファイヤーはリーダーなので。いや、なんか超少年漫画みたいなこと言いますけど、あれなんですよ。リーダーいいですよ、彼は。いや、なんか、あれぐらいこう、勇者属性のある人が一人いてくれると、あ、じゃあそのために頑張ろうっていう気持ちになるんで、ちょっと僧侶のやりがいがすごくあるなって思いますね。うん、あれぐらい熱血でこう、うおー強くなるぞーみたいな感じだと、なんて言うんでしょうね。すごくこう、なんだろう、僧侶って、なんだろうな。正直な話、攻撃をする人じゃないじゃないですか。攻撃をして、敵をいっぱい倒せて、みたいな。華々しく敵をこう、ぶっ叩くぞみたいなキャラクターではないから、すごくこう、面白みっていうのがすごく深いところにあるけども、見つけるのがこう、初心者にはちょっと難しいのではないかなって。結構ね、大変だしね、重役な上にこう、必殺技でバコーンっていうわけではないから。うん、ふんふんふん。え？夜にキャンプファイヤー配信やるらしいぞ。マジか。ほう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 。そうそうそう。だから、あれぐらい、なんでしょう。勇者してる人がレッドでよかったなって思います。すごく、なんだろう。モチベーションが上がる？このメンバーだから、こう、なんかこう、すごいこんだけやり込もうという気持ちになるかなと思って。いや、いいメンバーに恵まれましたよ。出たな、たこ焼き。青のりかけすぎだろ、これ。はい。今度こそ。はい、今度こそ。汚れの渦。行くぞー、行くぞー、青のり。行くぞ青のり。あ、ちょっとちょっとちょっと、間違えた。待って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 、混乱してきたぞ。よくないよくない、そういうのよくない。
ほうほう。自分がサポで雇われている時のを参考にする。なるほど。あと何ができんだろう。これなんか自分にこう、なるほど、賢者が入ってるとうまくならない。確かにな、似たようなことやってくれるしね。確かに確かに。これちょっと唱えてみますか。やったことないけど、この呪文。ザキ。ミス。だろうな。こんなんが一撃で死んだら楽すぎるわ。そんな、呪文。スクルト、スクルト、なんだ、スクルト。ヤクルトか？スクルト。あ、みんなの守備力が上がる呪文か。なるほど、なるほど。定期的にスクルトをかけると良い。もう、なるほど。ん？ああ、こら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 。これ、二度掛け三度掛けしたらどんどん強くなったりしないのかな？2度までかかる。お、マジか。素敵。祈りと、ほうほうほう。なるほど、これを切らさないようにすればいいんですね。なるほど、なるほど。ほうほうほう。キルホイムは優先度が低い。なるほど。倒れた！やったー！やったやったー！あんなに大変だったのに。やっぱりサポートってすごいな。やったー！ありがとうございます。さらばたこ焼き。本当に？本当に出会った時から分かってたんですか？いや、本当に？そういうふうには見えなかったけどな。
いや、まあ、そういうことにしときましょう。ほうほう。絶滅ね。した時のためにね。帰ろう。初見さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとサポート強すぎたかな。宝箱落とさないのか。たこ焼き、たこぐらい落としてけよ。ダメだろう。追加制度へ戻ろう。さて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 、あれ、切り火制度ってここじゃなかった？なんか違う気がする。へえ。なんか昨日すごい混雑してたけど、今の時間はちょっぴり落ち着いてますね。でも人が多いけど、それでもだいぶ人が多い。いっぱい人がいる。けど昨日すごかった、芋洗いみたいな感じでしたよ。どこまで行っても人ばっかりって感じでした。いいことだ。そっか、みんな晩ご飯食べてるんですね。だろうな。だろうな、だろうな。普通にお腹空く時間ですもんね、これ。これだった気がする。そっか、明日休みか。そっか、今日は金曜日？金曜日なのかな？いいなあ、良きことだ。お休みなのは良きことでありますよ。そっか、東京ゲームショーやってるんですね。そうそう、先輩方が東京ゲームショーのドラクエのブースかイベントでなんか出られるということを聞いたので。まあ、ここにいる皆さんはね、行かれる方はきっとそこにも行くんでしょうけど、もしその予防予定はないけれど、東京ゲームショー行くよっていう人がいたら、ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。明日、明後日ですかね、一般は。
頑張ります。レイトン教授、うん、好きですよ。妹はゲーム禁止じゃなかったんで、妹が DS を持ってるんですよ。でも、なんか、何でもやっていいわけじゃなくて、なんか謎解きとか、脳トレとか、そういうのばっかり、最初解禁されてて、だから、レイトン教授はギリセーフみたいな。いや、大抵長女っていうのは、そういうのが厳しいもんなんですよ。だってなんだっけ、脳トレのゲームあるじゃないですか。博士が監修してる有名な。あれとかは昔からありました。妹が DS 買ってもらった当初から。まあ、姉貴にゲームを NG にしてもオタクになるもんはなるんですよね。残念ながら。喜び方かわいいな、大僧侶。何くれるんだ？お、え、6個？ 6 個もくれんの？ほんとに？いや、残り3つ返せよとか言わないでよ。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。やったー！これで僧侶のクエストは全部終わったかな？これで、私も僧侶マスターだ。素敵。素敵素敵。語り継いでください。そんなことないよ。とってもとってもお綺麗ですよ、ヘルガ僧侶。そんな、まだヘルガ僧侶の力をいまいちよくわかってないよ、私はまだ。めっちゃもっと強いと思ったけど、そんな？そっかそっか。息子さんと仲良くね。バイバーイ。マジか。早い卒業だったな。大演壇じゃないですか。やったね。いやー、ちょっと切ない。なんだかすごく大演壇なのにちょっぴり切ない気持ちになりました。はあ、終わっちゃった。終わっちゃうのか。いや、終わらせたのは自分なんですけどね。え、私、大団円って言いませんでした？大団円って言った気がする。え？大円団って言いました。大団円です。え、なんで？なんでそう聞こえたんだろう。頭では一切円団のつもりはなかったんですけど。なんだろう、出会いに飢えてんのかな？そんなことないと思うんだけど。よいしょ。行っちゃおうかな、いろいろ。出品しに来た。
大炎弾ファイヤーまだ意識しないですけどね、全然意識しないですけどね。いや、なんか意識しなさすぎてここまで来てしまったけど、意識した方がいいのかな。まあいいや、ほいほいほい、1個240、2個で480、 OK、 2個、ファイヤー。右手の一番上のボタンを押すと道具整理できるはずだよ。へえ。そう、結構ね。結構私ワードが合ってない時あるんですよね。あるある。ふんふんふん。ん？道具？そうだ、金貨を売ろうと思ったんですよね。売りに来ました。使うもの。これ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 。そうそうそう。Y ボタンで、ほうほう。大炎弾の勇気。そう、勇気シリーズに入れてもらいましょう。仕草書、あ、使うと消えるんですか？ほうほうほう、使うもの。仕草書、カード。使う。覚えたかね？パラディンガードを覚えた。光に包まれ消え去った。これかー、これかー、日高さんの1000倍特許じゃなかったのか。かっこいい、やたらかっこいいぞこれ。写真撮っとこう。え、顔美形じゃないですか。美人、思ってたよりも美人だ。良い、良いぞ。ちょっと髪型を変えたんですよ、クエストの一環で。そしたらちょっとイケメンっぽくなった気がしますね。ほうほう、クエストでこのポーズの意味がわかる。ほうほうほう。へえ、必殺技。なるほど。というわけで、僧侶のクエストが第全5話かな、すべて終わりましたので、本編の冒険の方に移動しましょうかね。オルフェアの街のサーカス団のテントへ行こうとなってます。はい。ルーガストーン、オルフェア登録してたな。よし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 。そうだ、古文書。6個ももらったのに使ってない。ねえ、古文書も使わなければただの本。施設の場所。宿屋。ちょっとわかりづらいんですよね、このオルフェアの街。まだたどり着けない場所が結構あって。ちっちゃくて可愛いんですけどね。よいしょ。
よいしょ。これかな？違うの。こっち。はい、そうです。はい。贈り物受け取り。お？なんかいっぱいある。サポートゴールド？サポートに出るとお金がもらえるんですか？ほう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 。お給料はくれるんですか？カジノコインチケット。隣のリモアンさんがレベルアップした。おめでとうございます。カジノコインチケットどう？1枚手に入れた。カジノで遊べるぞ。ビンゴ券。ほう。カジノプレイチケット。これは、あれですね。ちょっと待ってくださいね。一瞬失礼。すごろくで遊べるんですか？なるほど。ビンゴとすごろくで遊べる。お花摘みには行ってないんですね。ちょっと、ずっと携帯が鳴り続けてたので。ストーリー報酬。そうです。まだダメなの？マジか。マジでござるか。ちょっと待ってね。買うもの。サドットチケットとかが入ってるからか。なんかいろいろもらっちゃった。おまとめ袋。これにまとめられないのかな？魚？あ、釣りをした時の魚。ちょっと預かり所に先に売りますか、じゃあ。ほう。全然荷物持ってない。やっぱり旅人はあんまり荷物持っちゃいけないのかな？やっぱりこう、ねえ、こう、虎さん的な、なんて言うんでしょう。荷物は少なめで行った方がいいよ、みたいな。そういう感じなのかな？ほう。カバンクエスト、やった気がするんですけど、バッグもらえましたよ。また違うんですね。なるほど。いろいろあるなぁ。そう、ドラクエ10やれることがすごく多いから、すごく把握が大変。預ける。ほう。それそうですよね。何年、装備品がいっぱい？あ、なるほど。ちょっと手品師をしばらく着てない。あ、タイツを履いてるんだ。ヘアバンドは着てない。あ、グローブはつけてる。服は着てない。ブーツも履いてない。あとは、なんだろう。水着は登録したからもうしまっちゃっていいかな？
よしよしよし、だいぶ減ったぞ。バイバーイ。そう、転職して、なんだっけ、パッシブポイント。パッシブポイントを手に入れないといけないんで。そうなんですよ。ゼミの帽子もいらない。え、そうなんだ。あれすごい可愛いのに。いらないのか。残念。よし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 。くださーい。はい。贈り物受け取り。ストーリー報酬。はい。やった。やったやった。さて、経験値ファイヤーしますか？うんうん。お家をね、建ててね。よきよきよきよし。よし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 。道具、使うもの。行くぞー。バーイ。イエーイ。噴所噴所。噴所で合ってます？あの、本を燃やすと書いて。あれは噴所？なんて読むんだ、あれは。噴所で合ってますよね。え、古文書じゃないんですか？え、古文書？古文書じゃないですか？なんかずっと、古文書っぽいけど、一回古文書って言って、あれ古文書じゃないなと思って、古文書に直したんですけど、古文書ですよね。古文書。あったあった、よかったよかった。あぶね、あぶね、あぶね。リーダーに釣られるとこだった。あぶな。リーダーが、そうだと言えば、そうなんでしょうね。よし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 。雰囲気はムズムズする。いずいですよ、その雰囲気は。ダメダメダメ。お、なんかレベル50が近いぞ。あ、いずいは、東北弁で、なんか、ムズムズするとか、こう、しっくり来ないとか、そういう。あれです。別に私は東京出身なんですけど、周りに使う人がいるんで、ずっと標準語だと思ってたんですけど、方言なんですよね。知らなかった。よし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 。レベル50になったぜ。素敵。高徳の聖職者。僧侶として一流に達した選ばれし者に贈られる称号。選ばれし者ですって。私そういうの大好き。中二病から抜けきれてないから選ばれし者とか、目が覚めたら異世界にいたとか大好き。大好き。立ちポーズが増えたんですか？あとなんか証的なものをもらいましたね。あったた、僧侶の証。死の寸前でたまに HP で1で生き返る僧侶のメダル。なんぞこれ。これもう使わないな。レベルは19以下。あ、でも職業変えたら使うのか。装備。ありますよ。装備。万能のやつはあります。これですね。今まで入手したどんなお菓子にも変身できる。これを
つけとけば、これにすればいいのかな？ほうほう。ほう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 。なるほどね。へえ、そうなんだ。よし。よし。サーカステントに行きます。他の証は捨ててもいいよ。本当？本当に？いやいやいや、またまたそういう風に言って消したらし、やっぱりいなくなるんでしょ？いや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 、本当に？へえ、すごい。ここかな？オルフェア、アクロバットケーキ屋。くるーっと裏側に回ったところにあるよ。すごい目だな、このポアピーさん。なんか、カフェイン、常用しすぎちゃったみたいな。夜は寝ましょうね、皆さんも。かわいい、ニコニコしてる。ほうほうほう。入っていいのかな？なんかすごく疲れてるイケメンがいる。かけてあげよう。死にそうじゃん。お、これ実はリリーちゃんの配信でちょっと見ちゃった。大変なことがこれから起こるんですよ、このサーカステントの中で。いやー、楽しみだな。かわいい。そう、ついに私がこの大使になったことで一緒に始めてくれた、ドラクエ10を始めてくれた友達がネタバレになるからもう見ないよっていうふうに、ついに宣言されまして、ちょっと悲しい。ちょっと悲しいです。私の方がね、進んじゃってるんで、私がやり始めてから面白そうだなと思って始めたんで、ちょっと後追いなんですよね。だからネタバレになるからもう見ないよって言われちゃって、ちょっと悲しいけど、役目をね、果たしたということで、ぜひこれからやりたいなと思ってる方もぜひ始めてみましょうね。ぜひ始めてくださいね。もうやってるよっていう方は、ぜひこのまま続けてください。種族はね、でも友達のだからな。まあ、でもすごい可愛かったです。そうね、公平弟とお友達になったら、そう、フレンドがいないって言ってたから、なれるといいですね。さて、本編の方に戻りたいと思いますよ。今日は最高の日だよ。でしょうね。私もサーカス見に行きたいな。なんだよ、ふった。弟のくせに僕が言いたかったこと先に言うなよ。こういう兄弟いるよな。かわいい弟。ひどいよ、兄ちゃん。ひどいよ、ほんとだよ。叩いちゃダメだよ。かわいいのに、こんなモフモフで。ただなの？うん、ただらしいね。子供はね。でもただより高いものはないんだよ、世の中。しかもサーカスの後は特製アクロバットケーキ食べ放題だぜ。団長さんって太っ腹でいい人だよな。マジか。マジか、私も食べたい。
アテレコ？アテレコ？なんか声出して読んだ方が、やっぱり黙読だとすごい早く読んじゃうから、こう見てる人が見やすい速度で読もうと思うと、やっぱり音読しないと、私早いんですよね、文字読むのがめちゃめちゃ。だからちょっとゆっくり進めようかな。だいぶ私進んじゃったので、他のね、他の人たちよりも進みすぎないようにと言いつつ、皆さんもね、かなりのペースで今、そうそう、まったり配信。いや別に声優ではないんですけど、オタクなので声優のお勉強もしたいなってちょっと思ってます。声優の勉強したいし、声優の仕事がしたいなと思ってますね。声がもともとこういう感じなんで、やってみたいなと思ってるんですよ。思ってるんですよ。お仕事お待ちしてます。さて、Ladies and Gentlemen and Orphea の Children。ほうほうほう。かわいい。ナブナブ大サーカス団の15周年を祝う特別なショーへご来場誠にありがとうございます。ほうほう。目がやばい、パークレテーブル。疲れてない？アンパンと牛乳だけじゃ栄養偏りますよ。かわいい。警察があるのはプクだけ。え、嘘、他の町って警察ないんですか？いや、でも本業の声優さんの方とはね、やっぱり、いや、声優さんって、ちょっと脱線しますけど、声優さんってすっごいんですよ。CM とかでアテレコの仕事させてもらうことが結構あるんですけど、やっぱり決まった時間に決まった声をこう当てていくのってものすごく正直難しいので、いや、声優さんに心当たりがあったら、ぜひ拝み倒すといいでしょう。一緒に拝みましょう。私、声優さん大好きなんですよね。スペシャリストですから、声の。すごい。だからちょっとね、頑張ってそっちの方面の仕事もできるようになってみたいなと思っておりますよ。とっておき、どうぞ目を凝らしてよくご覧くださいませ。ベッサンに行ってあげて。お、なるほど、磯部さん。磯部さん、ベッティさん。そう、お会いしたらぜひ、今度お会いしたらぜひ、でも私、あれなんですよね。褒めたりすると、怖いって言われるんで、あんまりしないようにしててですね。例のリーちゃんが可愛いって話をした時も、怖いって、リズナーさんにコメントでいただきまして。俺声優好き、大好き。よいしょ。俺声優大好き。よいしょ。そう。ちょっと怖いかな。海の怖くない。そう。メガネの差し入れが来ました。よいしょ。そう、だからちょっと声優さん憧れがすごいあるんですけど、ね、どこで勉強できたらできるのかなとか、やっぱ声優の学校にね、通ったりしてる人が多いんですけども、私は仕事をしているので、こう、最近は声優の学校でも、働きながらとか勉強できるところがあるんで、ね、いずれ、今はね、声優の仕事をしてるわけじゃないから、あれだけど、どんどんそういうのもやっていけたらなと思っております。そりゃそうですよ。何年オタクやってると思ってるんですか。始まるぞ。一瞬にして。ほう。3、2、1。
かわいい呪文が。プップケ、プップクペッポップー。かわいいぞ。弟くんかわいい。やっぱりかわいいよ。降った。かわいい。すぐに明るくならないんだね。まさか消えるわけないだろう。ちょっとコメント読むの一回やめますね。ちょっと、大事件が起きてるんで。いまいちどの人が子供か大人かわかんない。わかんない。わかんない。クッ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 ク
最後の大記述、お楽しみいただけましたでしょうか。全員子供に見える。本当に？ダメでしょう。少子高齢化だよ。ダメ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 。そういうの良くない。人口のバランスが良くないよ。ごきげんよう。喜んじゃダメでしょこれ。ダメだよ、こういうのは喜んじゃダメ。優秀な頭脳をオルフェア中に知らしめるビッグなチャンスとか言っちゃダメ。本当にまたどうせそういうこと言って勇者じゃない主人公私とかに頼るんでしょ。街も3つ目4つ目になってきたからいよいよ分かってきましたよこのパターン。息子かわいいな、本当に可愛いな、君たち。と思うじゃん？ああ、尾崎ちゃんは、2歳の時の同期なんですよ。でもね、素晴らしい声優さんで、完全に今はファンですよ、私は。オタク。僕の中でもすげえちっちゃいのが子供、小さいのが大人。ほう。なるほど、なるほど。そう、ひげ生えてるとわかりますよね。嘘を種まいときゃそのうち生えてくるから、ダメ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 、そんなことないよ。そんなことあんの？え、嘘。種で増える系？嘘。マジか。立ち見は見えてるはず。一応全部のコメント読めるようになってるはずなんですけど。え、花の民だからって、いや、そんな。キャベツ畑からコウノトリが運んでくるんだよ。そのコウノトリが運んでくるネタは、なんか、なんでキャベツ畑なんですかね。
宇佐若酢団の楽屋裏に入る。よいしょ。立ち見 B が見れてないはず。今年のプカ不作だった。そんな玉ねぎみたいに言わないでください。どうやって見れるようなんだろうな。設定が。これは、一応全部、OK にしてるはずなんだけどなぁ。いや、でもじゃあ立ち見は見れてないんだ。一応全部、これどうやったら見れるんだろうなぁ。でも見れてる時もあるはずなんだけどなぁ。今日は見れてない？そんな不安定な？よしよし、ちょっと待ってくださいね。そうです。あと A は見入れてますね。流れてきてますね。あ、なるほど。今日は見れない。わかりました。わかりました。わかりました。了解です。さて、さて、さて、さて。ここかな？楽屋口だから入るよ。ニゴ生っていうやつの。あ、なるほどね。仕様変更があったんですね。他の連中の目をごまかせても我が輩の目はごまかせんぞ。種も仕掛けもございませんってか。かわいい振り返り方が。お、確かにサイズ感が結構違う。右手に見えますのがお子様で、左手に見えますのがおじ様なわけでしょ。結構サイズ差ありますね。貴様は逃げてきたのだな。違うよ、僕はさらわれてないよ。かわいい、かわいい。さては貴様も共犯だな。うっかりしてたぜ。団長！団長！ほうほうほう。ほんとだ。二つの色のところしか見えない。確かにいない。立ち見の人たちが。なんか前は見れてた気がするんだけどな。キョロキョロ。
待て待て。そっか、立ち見の人たちはみんな団長にさらわれちゃったんだ。みんな子供だったんだね。よいしょ。そうなの。そう、みんなリーダーの仲間だったんだよ。そう、ファイヤー。ファイヤーがいっぱいいたんだな。いっぱい消えちゃったファイヤーが。どこに行ったんだろう。うん。吐くんだ。心当たりはあるんだろう。吐けば。ほう、銀の丘。じゃあ銀の丘に向かった方がいいかな。この町を西から出てオルフェア地方を西をしばらく南に進むとリンクル地方にたどり着く。西から出て西をしばらく南に進むとリンクル地方にたどり着く。こう、さらに南に、なるほど。西行って南ですね。わかったよー。地図は読めないけど分かったよ。ででん、迷子スキル発動。さらわれちゃったな。道通りに行けば迷わないよ。なるほど。オルフェア地方、西に行けばいいんですね。よいしょよいしょ。お、これか？なんか橋っぽいのがあったぞ。これだ。この町の人たちみんなちっちゃいし、美味しそうだな。かわいい。え？今何が起きた？バナナに滑って転んだんですか？初めてなんですけど、バナナに滑って転んだの。え？そんなよくある話？なるほど。あ、なるほど。日高さんが仕掛けてたんですね。おい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 、ちょっと。サポートクビにしちゃったからか。いや、まあ、それはね、仕方ないよね。ちょっと、ああ。ほら、ちょっと、前回さ、日高じゃねえよ。いや、日高だし。いずれわかんなくなりそうですよね。コングじゃねえよって言いすぎて。自分の名前が一体何だったのか。そんな日も近いのでは？自分の名前が日高だったのか、昆布だったのか、思い出せなくなるときもあるさ。古文書だぞ。古文書じゃねえぞ。やがて考えるのをやめた。バナナの洗礼、みんなが受けるようなものなんですね、このバナナは。
ソーダの泉。え、嘘、ソーダの泉？ああ。ちょっと、寝ちゃった。起きんの早いな。戦闘中だけかい、寝てんの。なんじゃい。サボってるだけやんけ。かわいい。バイバイ。なんかいっぱいいろんな種類のモンスターを倒すと、魔物を倒すといいことがあると聞きましたよ。お、もしやここでボスと戦わされるパターンでは？入り口に石があるところはいつも嫌な予感がするんだよね。よしよしよし、どうしようかな。これかな？石いっぱい増えましたよ。すごい増えました。道具、使うもの、魔法の精神使う、ソード。よし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 。これ敵にぶつかっても大丈夫だぞ。どんどんお尻が下がっていってしまう。よいしょ。よいしょ。いきますよ。空が綺麗。すごい。いいところですね、ここも。ここに家建てられないのかな。綺麗なところですな。やっぱりみんな家に帰りたくなっちゃうよね。かわいい。悪いな、坊主ども。そうなのか。雑。かわいそうに。プリン。子供と動物ものには弱い。
かわいそうに。通りすがりの成人です。いいなこの町、すごくいい。町ではない。いいな、この、なんだろう。野原。いいな、この野原。すごくいい、この野原。ナイス野原。イエーイ、ナイス野原、イエーイ。ナイス野原。すごくいい野原。そうか、丘か。銀の丘だから丘か。そうか、そうか。ナイス銀の丘。あ、違うよ。あー。また地元に錦を飾りに行ってしまった。へー、人気のあるスポットなんですね。やってもうた。ただいま、母ちゃん。家建てられないんだ、やっぱり。いやー、まあ、錦をね、飾れるだけ飾りましょうよ。ここから北へと。ほうほうほう。初めて知りました。酒場の場所。リリちゃんの配信してるときに、リリちゃんを追っかけてたときは、なんとなくうろうろしてたらたどり着いたので、いまいち居場所が分かってなかったんですけど、今日やっと正しい生き方を知りました。これでやっと、いつでも行けるぞ。え、こっちじゃないの？そうだよ、美濃だよ。あった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 、ピンクのイカス格好してたわ。戻ってくる言うてたん。なんだと？そうなんですよ。どこでもドアに。動きが優雅。これだけははっきり言える。
良い団長愛や。大変だ。空が不気味な色に。ドドメ色やん、ドドメ色。今日で15年目だ。悪魔との契約。うわぁ、ダメなやつだよ。大抵悪魔と契約するとろくな終わり方しませんからね。うわぁ。うわぁ。口紅なんか塗っちゃってさぁ。お口が大きいからね。チャームポイントだからおしゃれしたいのかもしんないけど。口紅なんか塗っちゃってさぁ。そんな罪が、町内侵入罪で逮捕するのである。そんな罪が。この町には子供など一人で、子供オンリーなんですか？大人じゃダメ？団長！かっこいい。かっこいい団長。ちょっとかっこいいな、団長。俺、団長見直した。そう、見直した。捕まえてみな。捕まえちゃうぞ。俺があいつを西にあるミュエルの森までおびき出す。ほう。ミュエルのところに行けばいいんですね。ミュエルの森のホステイル広場であいつを倒すんだ。モーションがかわいい。追いかけなくていいの？そんなそこでグオーとかって言ってる間にこう捕まえてとっちめるとかしなくていいの？ほう、100匹、同じモンスターを100匹倒すとミュルエルの森の そうか、もしかしてこれも最初の方はなかった系のやつなんですね。
ああ、なるほど。なるほど。いや、便利になったもんですね。最初の方を私、存じ上げないので、あれですが。え、嘘？マジか。そうか、そうか。あ、でもまあ、ここまで連れてきてもらっても、それでも迷子になるんですけどね。大丈夫、大丈夫。今日はわかりやすい。広場までだからわかりやすい。大丈夫、大丈夫。まあ、なんか死にそうな人がいっぱいいる。もしかしてここってモンスター結構強い系なところなのかな？なんかすごい。みんなオレンジ色してるよ。なんかいっぱいいるなぁ。これ衝突事故も起きますね。ああ。今はちょっとそういう気分じゃないんだよな。ああ、いっぱいいる。いちいち戦ってたら、多分15匹ぐらい戦わないと、たどり着けないんでは？ナスだけどフルーツトマトみたいで美味しそうですね。この後結構強いボスとかとぶつかるのかな？全然なんかいろいろ回復しないまま来てしまったけど。まあ、いっか。いや、なんかドルボに乗ると、ドルボは乗らない系ってコメントが来てるんですけど、ドルボに乗ると敵に動きが早すぎてぶつかるかなって思ったんですけど、どうだろう。意外といなくなっちゃった。さっきまでの芋洗い状態は何だったんだ？なんか大混雑。ほら、めっちゃ混んでますよ。いっぱいいる。待ちわびてる。出待ち？みんな、新規さんの歓迎会をしてるのかな？ね、ぜひスイッチからな、入った方。みんな結構多い方が、ちょっと待って。すごい見たことないぐらい新しい人が、この一週間で一番ぐらい多い気がしますが。これはスイッチ交換なのかな？という私はスイッチ抽選申し込みすらできてないんですけどね。スイッチ欲しいなと思ったんですけど。ふふん。ふふん。先輩ずらしピューピュー吹かしちゃうぞ。ここぞとばかりに先輩風吹かしちゃうぞ。だって今しか吹かせないもん。どうせまた、あとなんとかさんとか出てきたらこう、まだまだ私は弱いんですっていう気持ちになるんだから、今のうちにビュービュー吹かしとかないとね。ふふん。あとなんとかさん。かわいい。銅像が素敵な銅像。綺麗な。こんなとこで働くの？は、働、戦うの？お花さんが、そいつを知りたきゃ。お、団長。そう、団長かっこいいな。スイッチ言ってくれ。ほんと。スイッチほんと買えないんですよね。スイッチ綺麗。そうなんだ。スイッチ綺麗か。いいですな。ほうほうほう。よし、戦うぞ。
この森ごとダメだよ、こんな綺麗なとこを焼き払ったら。森林破壊だよ、森林破壊。しょぼ。マッチの方がまだマシでは？ちょっとこれ、うちのリーダーの方がよっぽど燃えてますよ、ボーボーと。毎日毎日。ちょっとリーダー呼んでこい、リーダー。本物の炎ってやつを見せてやるぜってやってもらわないと。かわいい。動きがいちいちかわいい。連れてこわ、気忘れちゃいました。ファイヤー対決してもらえばよかったな。もう逃げられんぞ。うおー。ファイヤー。避けてー。何言ってんだよ、あんなちっちゃい火の玉で。よし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 。行きますよ。行きますよ。わかったな。こらこらこら。戦士の後ろへ。ほうほうほう。ちょっとルナさんの後ろへ。後ろって結構難しい。ちょっと待って、呪文。ちょっと待って。ああ、ああ。なんだかサポートが強すぎる気がするんですよね。私さっきの時からちょっと思ったんですけど、なんかこうサポートが強い、そんな気がする。そうなんだ。あるえー。バイバイキーン。ありがとう、銅像さん。いや、こちらこそ。
言ってないよ、まだ名前。ほう。妹さん死んでる系？ほう。いいやつだったのか。ほう。ほう。覚えとこうがいいエピソード。ほう、覚えとこう。ちょっとあと3分なのでこれを見つつ。髪型とかいまいち言うなや。イケメンでしょ、あの髪型。なるほどね。あるえー。そんなー。そうなんだ。はい。というわけで悪魔を倒して宝箱が出ましたが、なんだかすごく切ない話だった。なんか宝箱とかいらないからね。え、妹さんなんで死んじゃったんだろう。悲しいな。延長はそうですね、どれくらいやったかな。そうですね、ちょうど2時間やったので、ムービーがもう一個ある。じゃあちょっと30分だけ延長してムービーを見終わったら、ムービーを見終わったらおしまいにしようかな。さて、これオルフェアに戻ればいいのかな。再びインクル地方の銀の丘へ行こう。この後警部の大活躍が。そうなのか。慣れてきましたよ。慣れてきましたよ。また綺麗なとこにやってまいりました。素敵。この世の果てって感じする。
娘には生まれつき未来のことがわかる不思議な力がありました。ある日、娘はどうしても銀の丘へ行かねばならないと、そんな予感がしたのです。かわいい。喋り方がちょっと変だけど、すごくかわいい。え、ちっちゃい頃？ちっちゃい。こんな感じだったのか。かわいいなぁ。かわいい。呼ばれて飛び出たアルエです。かわいい。かわいいないけねえ、めっちゃめっちゃ。信じちゃうんだ。頭からバリバリ食ってやるぞ。一口サイズですね、この悪魔と比べると。あらまあ。言い直させた。かわいいアルエ王妃ちゃんかも。もう悪魔ってすぐこういうことする。よくないよ。まだ生まれてないのか。だからキッズばっかり。だからキッズばっかり。リーダーが食べられちゃう。聞いてくれるんだね。
こういうの、ちゃんと約束は守ってくれるんだね。ほう。王子は元気なのか？かわいい。今までで一番話が重かったかもしれない、このストーリーは。かわいい見た目してえぐいな。かわいいからこそ結構きついのかな。なんかすごい来ました、今までで一番。お、ちょっと今頃来て、ああ、閉じ込められちゃった。ああ、サーカス団のテントへ戻ろう。食べられちゃったよ。え？あ、ごめん。ごめん、警部。ごめん、警部。いや、なんか、助けなくてもいいかなって思ったんだけど。助けなくてもいいかなって、助けなくてもいいかなと思ったんだけど、助けた方がいいっぽいですね。あれ？どうやって行くんだろう？え、どうやって行ったらよかったんだろう？ちょっと待ってくださいね。ホステイル広場かな？よいしょ。なんか助けられるんだったら助けてあげたいけど、だって何の手伝いもしてくれなかったし、あいつ何の手伝いもしてくれなかったし、なんかもっと手伝ってくれたりするのかなと思ったんだけど、なんか違かったしなんかちょっと思ってたんと、あ、リンクル地方かな、リンクル地方の向こう側かな？なんか、なんちゃら地方だった気がしますね。次次。警部なんていなかったのさ。なんか美味しそうなものがなってますね。
え、なんか木が歩いてる。木が歩いてますよ。人面獣。へぇー。気になる木。気になっちゃうんだなぁ。よし、銀の丘まで戻って、警部が助けられるか一回だけでもトライしておこうかな。一回やって助けられなかったら諦めますよ。いや、一応ね、一応神職なんで、人を見殺しにするとか、ちょっと生みのできないっていうか、職業上ね、本当は別にそんな助けなくてもいいかなって思ってるんだけど、一応法王だからね。そうそうそう、助けてあげる気持ちはね、ちょっとやっぱりこう、見せないとね。やっぱね、聖者だったり、やっぱ聖人まで上り詰めちゃうとね、やっぱやること多いんですよ。どんどんどん。いかがわしい扉。いかがわしくはないけど。開かないんですね。開かないんですね、やっぱり。じゃあ、開かない警部と。こっち向いて。はい、チーズ。はしゃ。閉じ込められたケーブと、ツーショット撮って。よしよし。帰るぞ。帰るぞ。バイバイ、ケーブ。バイバイ、ケーブ。サーカステントに行くぞ。お、こっちからしか行けないんだな。本当に、本当に、あら可愛いウェディングドレスみたいなの着てる子いますよ。ご結婚遊ばしてるのかしら。いいなぁ。そうね、警部の末路みたいな感じでね、ツイッターとかに載せたらダメですね。かわいそうだしね。入るでござるよ。じゃなかったですね。え、結婚式できるんだ。いいな。そうかそうか。結婚式がね、いいですね。闇の結婚式。どんなやねん。
勇敢なる旅人海の、イエーイ。いやー、スポットライトに照らされるのはやっぱりいいことですね。どういたしまして。いいんだよ。信じてくれる人がいてくれてよかったね。一番いいことだよ。かわいい、振った。振った、かわいい。また叩いた。村長。かわいい。そうだよ。福たち、正直誰か一人に本当のこと言ったら悪魔まであっという間に情報が広まりそうだもん。警部よ、永遠。団長、俺たちの団長だよ。団長、団長めっちゃ好き。かっこいいな、団長。わ、アクロバットケーキ。これが噂のアクロバットケーキ。かわいい。そしてとても美味しそうでございます。いただきます。お。やったね。やったぜ。やったぜ。異物混入事件とか言わない。今流行りの異物混入事件じゃないから。回収しないと、自主回収しないと。まあ、一品だけだからね。盛大な拍手を、イエーイ。ありがとう、ありがとう。ありがとう。お、すごい経験値くれた。やった。やった。サーカス団のスター。ほう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 。夫人、かわいい。よかったね。夫人。かわいい。かわいい。プディンかわいいな。どっから見てもかわいいな。うん、超行く。行くね。めっちゃかわいい。ほら、360度どの角度から見てもかわいい。カメラズーム。ズームができるんですか？飛んじゃった。
かわいい。とてもかわいい。イエーイ。キャラも消せる。マジか。撮影設定、表示設定、自キャラ。ほう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 。ガシャ。いい写真じゃないですか。よし。というわけで、この町とはおさらばかな、一度。じゃあね、団長。警部はさっき扉と取ったから、大丈夫。扉と取ったんで大丈夫です。いい話だった。今んとこ、何個かな。グレンと、自分の町と、いろいろやってきましたけど、一番この話が、良かったかな。個人的にはとても良かったです。うん。黄色のキーエンブレム。そう、ガタラも行きましたね。一番苦戦した。ガタラでしょ?グレンでしょ?オルフェア。で、緑のキーエンブレムで、アズランでしょ ?4 つですね。4つ集まりました。で、次は、ジュレットの町の僧侶の家に行こうとなってるということは、ジュレットの町じゃないですか?次は。ふんふんふん。あと2つあるんですね。順調に集めていきたいと思います。そう、他職、自分と違う職業を育てると、いいらしいんですけど、これは、どっから育てられるんだろう。なるほど、賢者もやれる。だから一回職業転職してみようっていうのは、なんとなく戦士にしてみたんですけど、多分また変えられるから。えい。じゃあちょっと宿屋に行って、ちょっと転職してみましょうか。ここらでね。さて、番組終了5分前となりました。そろそろ本日お別れの時間でございます。長い時間お付き合いいただきございます。いただきありがとうございました。とりあえず私はこのままお別れしながら宿屋に向かいの、転職しいので、ちょっとパッシブとやら、まだまだ知らないパッシブとやらを、いまいちなんだかよくわかってないんですけれども、転職してそっちも育てると、パッシブというものがいただけるそうなので、行きたいと思いますよ。待っちゃおうかな。はい。明日はどうだろうな、あるかな。ありそうだったらまた告知しますので、ぜひまたお付き合いください。本日は長い時間たくさんありがとうございました。バイバーイ。ちょっと待ってね、コメント全然読んでなかった。コメント読みますよ。この続きもいい話。この続きもいい話やでなのか。そっかそっか。いいなぁ、楽しみ。ほうほうほう。ふんふんふん。メギストリス。楽しみだなぁ。そうだそうだ。そうよね。はい、お疲れ様でした。今日は盾を装備してから、酒場に預けたいと思います。はい。団長じゃないや。リーダーには大変申し訳ないことをしました。ごめんね!
というわけで、バイバーイ。バイバーイ。